じゃあこんにちは。なんだ急に。ゆうたこさんとちょっとひげかをね、こんな感じか見てたんですけど、野球選手のひげ事情。ひげ事情そんなもん自由だろ。いや、まあでもジャイアンツとかは、はい、まあひげ禁止とかね、まあ有名ですよね。まあ有名だよね、はい、でも他の球団は別に取り締まってないんじゃないかな。オッケーですよね。だってあの阪神の元の下柳投手とか、とかまあいろいろ斉藤明夫さんとかね、はい、古く言えば、はい、まあ屋敷とか。何なのそのヒゲの話って。いやいやいや、昔は、うん、結構ヒゲ生やす選手多かったですけど、うん、最近ツルツルじゃないですか、うん、綺麗じゃないですか。まあ綺麗だけど、うん、まあ俺なんかが言わせてもらうとさ、はい、例えば3本打った次の日ってさ、はい、なんかヒゲ剃りたくないんだよね。やっぱなんか縁起を担いで剃りたくないっていう時もあるわけよ。ただ例えば歴代の、うん、まあ、かっこいいと言われてるイケメンプロ野球選手、例えば柳田選手とか、うん、まあ、巨人の坂本選手とか、うん、中日にいた浅尾投手とか、うん、みんなツルツル。まあ清潔感はあるよな。そう、まず清潔感は、まあ、でもヒゲがあるから清潔じゃないって言うんじゃなくて、ないですけど、あの清潔感はヒゲがない方がよりクローズアップされるよね、うん、ですよね。 あと結構若者の間でも、うん、今はツルツル男子が流行ってるんですよ。ツルツル男子がそうなんですよ。韓国の、ね、BTS とかが今流行ってますけ ど、 なるほど、ツルツル男子、まあなければ ない方が、うん、俺ね肌が弱い、うん、意外に。そうなんですね。何がそうなんですよ。面の皮が厚そうのような言うけど、いや だけどね、髭剃り負けしたりとかして痛い時があるんだよ。あ、だから剃りたくないなっていう時もあるんだけどね。毎朝きっちりやるの大変なんで。いや、それは大変だわ。今脱毛男子がめちゃくちゃ流行ってるんですよ。ほんと、まあ毛ってさ、うん、あの欲しいところに生えないで欲しくないところに生えてくるよな。なんで平等じゃん。平等だ、平等にしろよみたいな、そんな感じあるけどね。そうですよね、うん、いやで今男性ももちろんヒゲもそうだし、全身とかもツルツルに綺麗にしようって、うん、ツルツル、ほんとだからツルツル男子が流行ってるんですよ。豊さん、はい、どうですか、ツルツル男子にご興味は。いや、なくはないよ。あ、本当ですか。あの、私実はあの若い人たちに人気のある男性脱毛専門店知ってるんですよ、うん、興味あってもどこに行っていいのかわからないとか、そういうのあります。いや、なんか恥ずかしいよな。あ、やっぱそうなんだ。ああ、いや、そりゃなんか脱毛してたで、どの面下げてお前脱毛してんじゃねえかよみたいな言われたら、どこやるんだよみたいな。なに、そんなないです。暖かいです、脱毛のお店は。もうウェルカムで。いや、じゃあちょっと行ってみようよ。あ、本当ですか。いや、興味がなくはないんだよ、やっぱり。あ、じゃあ行きましょう、はい、お連れします。本当に行くの。いや、本当に行くんです。わかりました。はい、はい、斉藤さん、はい、あれから数日経ちましたけど。経ったの。予約しましたよ。予約したのはいいけども、まあ森藤は、森藤さんまだ来られてないんですよ。なんで遅れてんだ。あいつ渋滞やってきました。何が渋滞だ本当に、はい、これ何階？7階に。あ、7階、はい、行ってみましょう。緊張しませんよ、田中さん。なんか初めて。いや、若干お前初めてだからさ、初めてのことって緊張するよ。そうですよね。多少。こんにちは。こんにちは。お前何やってる？高木様、ご予約をいただいている高木様、お待ちしておりました。今なんか渋滞にハマってるとかいう話だったの。お待ちしておりました。ハマってた。35.7 度、結構低いですね、平熱。 OK でございます。熱だったらこのまま帰るの。そういうことでございます。あ、ここまで来て。そうです、はい、徹底しております。はい、消毒で。ありがとうございます。本日施術をしていただく糸川でございます。はい、はい、よろしくお願いいたします。先生と呼んでよろしいのかな。はい、よろしくお願いいたします。先生なの。はい、糸川と申します。よろしくお願いします。はい、お前何やってる。本日施術をしていたださせていただきます、森藤と申します。噛んでるよお前。慣れてないから。こちらでございます。ゆたこさん、脱毛初めてですか。いえ、そんなことはございません。あ、ゆたこさん。あ、そうですね。結構僕なんだよね。もう今めっちゃ面白いよな。びっくりしましたね。まさかの。まさかの先生が答えるという。では、お顔の消毒を行ってまいりますね。右の方からちょっとひんやりしていきます。なんか顔いじられるのって気持ちいいですよね。いや、なんかすごい優しいみたいな。やっぱり多いですか、男性でやっぱり今ヒゲを脱毛したいっていう方は。そうです
ですね、やっぱり毎日処理を続けているものではあるので、そこから解放されるだけでも生活はかなり楽になるんじゃないかなとは思います。消毒ね、きちんとして、鼻はいいだろう。鼻はいいですか。あ、そうですね、鼻大丈夫でございます。鼻毛ではないですね。ありがとうございます。続いてお顔に冷たいジェルを乗せてまいります。はい、右の方から。どうですか。あ、冷たいな。夏場とかにはひんやりしてる、気持ちいいよね。うん、こちらのジェルにヒアルロン酸コラーゲンアロエックスというお肌にいい成分とかも入っているので、しっかり美肌効果にも期待ができるジェルとなっております。はい、これをすることによって全く痛みを、ね、感じない。そうですね、はい、高木様、それでは美肌ジェルを塗らせていただきます。お前下手くそあのやっぱ先生の方が優しい。では実際に照射を行ってまいります。うん、はい、右のもみあげのあたりから入りますね。参ります。3、2、1。どうしたの。はい、ピッて言ってるけど、はい、何でも感じないよ。一回照射しました。本当、何でも感じない。大丈夫そうですかね。全然痛くないですか。なんか光がパッと光るだけ。こちらの照射器なんですけれども、うん、やっぱり痛みってもともと脱毛の熱から感じるものではあるので、メンズクリアでは自社で男性専用の脱毛器を開発しております。こちらの照射器の先端がマイナス4度まで冷却されることによって、痛みを相殺しているような形でございますね。はい、ではこちらで照射は終了でございます。豊さん、終わりました。もう終わり？10分15分ぐらいですよ。いや、これでいいの。はい、あっという間でございます。お昼休みとかちょっと時間が空いたとか、そうだよ、人に会う前に少し時間が空いたので来たっていうのでも OK ですよね。はい、これぐらい手軽に通っていただくことができるので、やっぱり近隣の会社の方とかがお仕事終わりだったりとかに少し寄っていただくこととかは、へー、そういう方が多いですね。ゆうたかさん、もう完全にくつろいでませんか。いやいや、ちょっとさ寝る暇がないよそれは早かったですね。はいはい、気持ちよかったし、あのジェルがひんやりして気持ちいい。豊さん、ツルツルになって綺麗ですよ。はい、気持ちよかった。気持ちよかったですか。なんかまだひんやりしてて、はい、なんか肌が落ち着いたって落ち着いたって、落ち着いたっていいですね。いやでもさ、はい、高いでしょ。本日税込み980円でさせていただきます。いや、ちょっと、はい、俺だけが980円じゃなくて、はい、今回ですね、特別なキャンペーンをご用意させていただいたんですけれども、高木豊チャンネルをご覧の視聴者様、受験校定着30名様限定にはなってしまうんですけれども、はい、税込み980円で。980円で、はい、9800円でもなく、はい、980円です。そうなんです、980円なんです。買っても30人大丈夫だろ。はい、え、だって全国に90店舗、はい、以上展開しているところでございます。ありますよね。はい、もう急いでじゃあした方がいいですよ。そうだね。すごい。で、さらに今回もなんかあるんですか。はい、今回その脱毛のトライアルとセットにはなるんですけれども、メンズクリアルを行っている自社のオールインワンゲル、初のゲルでございますね。こちらを1本無料で差し上げさせていただきます。980円で行ったらこれもくれるの。はい、セットで差し上げるので。マジで。いただきます。はい、すごいですね。使ってください。今あの下に概要欄からリンク、そうだ、はい、飛べるようになっているので、そちらで予約をしていただければ。毎日撮る人はさ、肌荒れとかする時あるじゃん。そうですね、カミソリ負けとか、負けとかね、赤くなったりとかね、はい、まあ、そういう人は一回こう脱毛しとくといいよね。はい、高木豊様、本日はご来店、はい、ありがとうございました。全国30名、はい、ね、各店舗、はい、ね、お急ぎを、はい。